聞いているだろう、ジン。お前が会いたがっているのはこの男か。当たったっていうところが嘘ですよね、うん、そうですね。さあ、左かかと当たって、これはワンツーからうまいんですね、コンボが。なるほど。体育だけ一発で終わる。中段パークラッシュは割り込めない。ガードしている。とあーりんねー、確定反撃がないところ。この連携で倒してきたんでしょうね。朝、はい、ラックだけ鬼八本 で、だがこの奈落いいですね。運んで起きて、この壁攻めやはり散らしてますよね。劣化客角度、今度はめくりめくってガードしてる。チャンス読んでる。素晴らしい。ジャドク安定できました。コンボ入れて補正は切れていない。あまり攻めますよ。天帝、うわあ、拾えるか。拾ったー、勝ったのはイカリ。はい、流れに乗ってますね。さあ、イカリはどうか。うまい。左ホイドから早いですね。空人剣で壁コンボしっかり、そして中段を重ねていく。運べばうまい。なるほど。おお、暴れられない、飛べない、ダブルアッパーがありますからね。はい、力出る。風神を雷神剣に返した。お見事、さすがですね。で、ツースマから絶影コンボ、ここは取っていく。最速でいくか。2発目がある。ユリからゴロン、やはり飛びましたね。そう、さばいて見事よくついていけば、この速度に。うわ、スカシカクテで、うわー、ガードしてる。これは怒り、怒りまだこらえたい。次の試合、うわー、下がろう。今のやばい、今の封じがやばい。近いが、タイブレーキ打てる。やらない。うわイカリが逆転するために打った封神剣って剣ヒットの暴れだったんですから。そうです、剣ヒット暴れ封神剣炸裂させて逆転してたんで、はい。さあ、ここはイカリが逆転していきました、はい、最終ラウンド、どっちの風が残る。この1ラウンドで決まるウィナーズ。怖すぎる。これ勝てばウィナーズファイナル。うわー、怖え。拾えている。何のかよ、なんで拾えるんだ。さあ、精神力受けば、受けばとんでもないことになるぞ。消え、うわぁ、怒り運んでいく。決まればどうだ。魔着です。ここで絶影決めやがった。弦を叩き落とした。上がってますよね。だがお前の封神剣には負けないと。そうですね、確実に決めたいということですね。だが反撃から、え、LK 打つの早すぎるんだが、リミットを利用した先行レッケに集めましたね。うわっと、封じ剣が突き刺され、見逃しませんね。今の全く怒り負けていません。カズヤの当直フレームはもう体感背後に原始の指は怒りでしょうね。うわ、封じ、どうする。え、サウンドリノジった。うわやばい、これ蹴りすぎ、蹴りすぎ、ダメージです。うはい、確定反撃を返さない。だって何かよりも読み合いましたね。だがそれが当たってますからね。はい、ガードしている。こちらの反撃はしっかり。だが封神剣しゃがんでからですよ。で、ステップスマッシュロップ絶対。ここは行くでしょう、最速連携します。いいですね、一瞬待って、こいつです。うわぁ、打ち込んでいった。マジで完璧です。マジ完璧です。え、そんなコンボで KO するのか。かっこいい。うまい。かっけー、かっこいい、かっこいい。待って待って待って、コンボムービーか。うわー、マジでかっこいい。本当にもう制空圏に入った瞬間にはお互いが反応してますね、それに。うわー、ハイキック、超裏切り。いや、軸ずれ。うわー、エッジ、マジで、はい、エッジにギリ吹かしていきやがった。切り足最速封神、やばいもの見ましたね。いやー、まだあり。うわー、いやー、もう喧嘩だ。始まった、始まった、消えって消え、始まったぞこれ、喧嘩祭り。長い最高峰。あ、また並んでる。どうなんの。やったー。おにぎりを打って切り足風を誘ってしゃがみたいっていうのがあるのかもしれないですね。やばいですよこれ、怒りのワンサイドになってきます。ケイスケががっつりいけなくなりましたもんね。そうですね、はい、これ厳しいですよ。うわっと2発目、出さざるを得なかったか。どうなる。うわー、右かかと、ケスケ、あー、その後も怒りは見ている。これは
うわ、雷神すげえ、うわ、止まんないぞ、怒りが。裏切りの戦列客。さあ、どうなる。北攻め、グーザー客。最後はクラシカル。新しいですね。新しい。だがもう一回おかわり来ましたよ。今度はこっちのルート、ニキザブもあったんでしょうけどね、これは実証しました。届かないと外しましたね。外してます。タッキャン戦攻略拳。この男は努力のラスト侍、技です。そして中段打ち合っていくのは両者。左かかと炸裂した。感じですね。レッカ曲。あ、いや、ステップが速すぎる。辻加瀬よく見てるな。勝負で。だがしゃがんだか。残ります。体育的がある。そうですよね。先ほどケースケン戦でも使ったんですけどね。戦列客暴れっていうのを効果的に見せてきますね。さあ、怒りが壁コンボを決めて試合は優勢。めくり。ですね。一回ステキャンからの強制キャンですね。ほい。またも。そうですね。ウォールワン狙ってますよ。そう、辻加瀬を。辻風を狙っていく。よし、当たった。ただが強いポイントが完璧に。さあ、これ怒りコンボですよ。苦しめられたのに全然怒りが問題にしてなさそうなのがすごいですね。気持ちよく全然やれてますよね。まだハイキック祈りましたね。カウンター人からステッセトゥース。まあ、壁コンボ芸術点。はい、待ったかけますね。中段中段、いい左横移動です。さあ、割り切っていってほしいですね。怒りは。わあ、ドライブ降臨しました。できるか。出し切ったの。うわぁ、自重して反撃のミスになってましたね。あっ、はぁ、あっ、これはぁ、ヘブンズ補正入れ入る。減ってる。人生平等に奈落のダメージじゃない。今の生のやばい。生のやばい。あぁ、手が左に引っかかった。悪魔的準備段階ですね。そうですね、夜も段階に入りました。この左横移動もそう。怒りとしてはやはりまだこの短期決戦にはなりませんので、うん、ああ、しかし反撃高いですね。コンボが本当はもう風神の圧力がありすぎるんで、飛行機を打ちたいんでしょうね、チクリンも。ですけれども、それに対しての反撃が効いて冷戦邪道ですね。この攻撃力、もうすぐもかチクリン。うわマイナス4フレームからの暴れ。ステージ一歩手前、ショーロ起き上がってない。流れがいいですね。ガードして反撃を入れている。暴れどころですが、ガチクリーン、パクリーン、まだまだ行った。伸ばした。緊張感ありますよね。ドリア、2発、いや、取ってから間に合っている。コントならく置き攻め、皿を砕けるか。あー、レイチアーズ生き延びた。乗ってますよ、これこの怒り。決まっちまうのか。うわー、切れば。1、2、1をかける。嫌っていくのはチクリーン、カウンターしてません。いや、きっかり返す。確定反撃、さすが。だが奈落、2択タイム。惜しい。ここも確実。鉄拳力と三島力ぶつかってます。うわー、腰開けた。